常年司チャンネルニュースの虎川かおー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。それからね、内容気に入ったらぜひ Thanks ボタンでご支援ください。ちょっとね、まあ、緩い動画なんでね、サブチャンにアップしようかどうかちょっと迷ったんですけど、ちょっとメインの方にアップさせていただきます。人命に関わる問題なんでね。今日ですね、私、まあ、この山の日、海に出ております。セドリ監視活動をね、まあ、やってるんですが、今日実はですね、レスキューをしました。はい、レスキューというのは人命救助を、させていただきました。まあ、どんな人命救助かというとですね、浮き輪で沖に流された、小学生をですね、カヤックで拾って、で、岸まで送り届けるという人命救助をしたんですね。で、流されかけてたんですよ。はい、流されかけてたんですけど、本人は流されてることに気づいてませんでした。で、一緒に行ってた、もう一人の子供と、あとね、サップかな、サップに乗ってるちょっと保護者の方みたいなのもいらっしゃったんですけど、そのサップもね、2人乗りだったんですよ。で、今日風強いでしょ、流されて全然コントロールできなくて、ちっとも救助できないので、あーこれまずいなと思ってね。で、私 の、 仲間がね、同じカヤックで一緒に行ってる仲間が1人救助してたんで、もう1人ね、ちょっと行ったら結構沖の方に流されそうになったんで、これ僕行きましょうかって言ったら、お願いしますって感じで、で行ったら、当初ね、当初その子は捕まったらとか乗ったらって言ったんですけど、いや大丈夫ですとかって言ってたんですけど、救助来ますからって言って、そのサップが近くまで来たら、乗れますかと、3人乗れますかって言ったら、いやちょっと無理なんでお願いしますよって、結局俺のに捕まって、そのまま行きました。そういう捕まってこぐっていうね、レスキュー訓練やってたんで、結構重かったんですけどね、本当は後ろに乗せた方が良かったんですけど、なんかちょっと乗るのが大変そうだったんで、そのまま 500m ぐらいかな、漕いでですね、岸まで連れて行きました。で、前にもね、実はね、先々週かな、同じ、まあ、カヤック乗ってる人でね、僕らとは違うグループだったんですけど、6人ぐらいいてですね、で3人ぐらい波の方にこう近づいていっちゃったんですよ。まあ、風強くて波結構高い日だったんですけど、でね、そういう時はね、ちょっと沖の方向がないと危ないんですよね。なのにこうなんかちょっとフラーっと、まあ、流されるんですよ、やっぱ風吹いてるから。フラーっと流されて3人ぐらい波にも飲まれて、バーンって沈没しちゃって、同時にね、うん、で残りの3人がまあ助けに行って、まあ事なきを得たんですけど、あれもちょっと危なかったなというふうに思います。でね、今日私思ったのはね、サップね、結構皆さんインフレータブルっつって空気で膨らませるやつ乗ってるでしょ。私ね、ぶっちゃけ言うとね、サップ乗るんですけど、インフレータブルはなるべく乗らないようにしてるんです。はい、なんでかというとね、僕も結構体重重いんでね、まあ、柔術とかもやっててね、上半身でかくなっちゃったんで体重重いんで、体重重い人がね、インフレータブルのね、空気入れて乗るサップ乗ると、まあ簡単に言うとね、本当だったらこうピーンってなってなきゃいけないでしょ。これがね、ふわってこう乗ってるところはね、こう極端に言うとこういう感じで曲がっちゃうんですよ。わかります？あれふにゃふにゃしてるんで、乗ったところがこうへこんで沈む感じになるのね、くの字ね、逆くの字みたいな感じで、こういう感じでこう海に浮かんでる感じなんですよ。そうするとね、抵抗が強くて、で結構ね、風の強い人がね、漕ぐの大変なのね。で今日まさにそれですよ。でそのインフレータブルのサップに2人乗ってんすよ。もう思いっきりぐにゃってなってるのをさ、もう2人でいくら漕いでもね、で風も強いし、で2人乗ってると2人分の風の抵抗もあるわけでしょ。全然レスキューに使えないんですよね。うん、なので、まあ、サップと浮き輪みたいな組み合わせで沖に出ても平気だみたいな風に思わない方がいいです。特に風の強い時はですね、やめた方がいいんじゃないかなと。最低限ね、海天気で検索すると海の天気出ますから、そういうの見てですね、まあ、5メーター以上吹いてたら基本沖には出ないとね。まあ、湾があれば湾内でね、まあ、湾がないところだったら、まあ、基本的には本当にもうバチャバチャってやるぐらいの、本当に10メーターぐらいのところまでしか出ないようにやっといてもいいかなというふうに思います。東南アジアのリゾートとか行くと、海入れるところにこうブイがこう打ってあるでしょ。あれはまあ要はそういうことなんですよね。沖出ちゃうと戻れなくなるし、ライフガードもさ、助けに行けないからみたいな、そういうことですので、風の強い日はですね、皆さんちょっとお気をつけいただいてですね、なるべく沖には出ないようにしましょう。はい、私まあ、今回ガチのレスキューは人生初めてだったんですけど、本当にびっくりしました。まあ、たまたま我々が通りかかったんでね、大丈夫だったんですけど、問題はね、流されてるのにまだ岸が見えるんで大丈夫だみたいな感じで、ちょっと楽しんでる感じ、興奮してこうなっちゃうんですよ。だけどどう見てもあれ危なかったです。本当にもうすごい遠くまで流されそうな感じになってましたので、危ないなと、いうふうに思いました。だから海ね、慣れてない人はですね、なるべくリスクを、まあ、リスクが分かる、何を自分がリスク取ってるところに気づかないのが一番危ないんですよ。はい、なのでお気をつけいただきたいなと思います。で、まあ、全国のね、カヤッカーの皆さんで、まあ、皆さん気がついたらレスキューされてると思うんですけど、沖合でね、行き過ぎる時に、まあ、そのサップの人とかね、
まあ浮き輪の人はまあいたら、沖合に浮き輪の人いたらまあ 100% 救助ですけど、サップの人とか結構沖に出てる人いるじゃないですか。いたらなるべくこんにちはとか言って声かけて、大丈夫かどうかね、一応安否確認していただいて、様子がおかしかったら大丈夫ですかと声かけてね。であと牽引するための紐持ってた方がいいですね。今日俺ちょっと思いました。はい、今日仲間の一人が紐持ってたんで、そのサップをですね、紐引っ掛けてそのまま結局連れてて救助したんですけど、紐があるといろいろと使い勝手があるなと。私ちょっと今日は紐はなかったので、はい、そのままなんていうんですかね、コアラ抱っこみたいなやってちょっと助けるんですけど、そういう方法があるんですけど、それで助けたんですけどね、かなり重かったです小学生でもやっぱりね、下に捕まられると水の抵抗すごくて、ね、もう腕パンパンになりましたけど、まあでもそれでもね、良かったなと思ってますので、はい、ということで今日はですね、風が強く、まあ、今週ね特にまあ台風接近してますので、こういう時はですね、まあ、まだ海は全然荒れてないです、ご覧の通り、はい、ご覧の通り海はまだ全然荒れてないですが、風はだいぶ強くなってきてるので、なるべくねセーフティーファーストでね、リスクをあまり取らずね、もう今日もうこれ今お昼ですけど、もうすぐベースの方のに我々も戻りますので、その辺はですね、ね、結構そのレスキューとかできるぐらいにスキルある人ほどリスク管理って割とシビアにやってますので、はい、そういうふうにお考えいただければなと思います。でね、これまあ今回その海のもうお話ししましたけど、投資もねこれね全く同じなんですよはい、投資もねやっぱりリスク管理が大事でね、例えばこの間の木本さんの件とかね、あれはまさに浮き輪で起き出るような行為ですよ。大丈夫なんですかということでしょ。でそういうのってやっぱりなかなかわからないですけど、まあ、私この動画でね皆さんにただで教えられることといえばね、まあ、簡単に言うと金融庁の認可を受けてないような業者には金預けないでくださいって話ですよ、ね、ライフガードもいないのに、ね、起き出たら危ないよっていうのと同じで、金融庁ってのはそのライフガードですから、金融庁が認可を受けた業者だったらまあね、たとえ損するとしても、まあ、知れてます、はい、知れてます。ゼロになったりっていうのは、まあ、取引もありますけどね、 FX みたいに、まあ、そのハイリスクのものもちゃんと説明責任を課されているので説明ありますし、はい、そんなね儲かるよ儲かるよっていうだけで何億も取られたりなんてことは、まあ、基本的には、まあ、ないとは思うんですけれどもね、金融庁の認可を受けてる業者ならねまだ ね金融庁の認可も受けてない個人っていうのは、まあ、基本的には危ないんですよ。浮き輪をつけずにね沖に流されるようなもんですから、それはねちょっと皆さんねお気をつけいただきたいなと。で、そういったね、まあ、金融の情報というかですね、投資ってやっぱりこう世の中全体のことが分かってないと難しいのね。特に、まあ、今回ねロシアとウクライナあんなことになったりとか、ね、イスラエルでも今ねドンパチ始まったし、アゼルバイジャンとかもねアルメニアとまたちょっとなんかねきな臭いことになったりとかしてるし、そういった、まあことね、外交的なその、まあ、ぶつかり合いとかね、それからその、まあ、世の中全体の、まあインフレ率ね、これすごい重要なんですけど、金融政策ですよ、各国のねこういったものとかをやっぱりねある程度頭に入れてないと、なかなかですねこの、まあ、投資って難しいんです。まあ、例えば今日海に出るのにね海天気見て風はどっちから吹くんだとか波はどうなんだとかね、大体予報ではこうなってるとかいうことを知らないと海出れないとと同じね、まずはこう理論があるわけですよね、気圧配置図を見たら、まあ、こんな風になってるからとかね、もう今台風ここ来てるからとかね、台風が北緯何度超えてくるとこんな風になるとかね、波大体出てくる場所で決まってるんですけど、まあ、それと全く同じでね、投資もですね、そういう、まあ、定石みたいなものがあるんです。はい、でそれを抑えてやらないとやっぱりねこの海難事故と同じようにね大怪我しますので、まあ、木本さんの件ね不幸にして騙されてしまった人、まあ、それを反面教師としてね皆さんお気をつけいただきたいなと。でまあそういう投資のことも含めてね世の中全体の流れをちょっと勉強するに際して、まあ、いろいろ本読んだりとかマスコミとかネットで情報を、まあ、取るのもいいんですけど、結構ねエコチェンバーになっちゃうんですよね。うん、いろんな情報をなかなかねこうなんていうんですか、取捨選択すると言ってもですね時間もないし難しいでしょ。なので、まあ、そういう人にうってつけのサービスが八重洲イブニングラボ八重洲イブニングラボに来ていただくといいかな。うん、まあこれすいません、私経済評論家でありね実業家なんで、まあ、実業家の方がメインですけどね、いろんな経営判断するときに、まあ、その世界中のですね、まあ、世界中の情報さって今ネットで集められますしね、はい、いろんな情報を集めたり専門家の意見を聞いたりとかして、あまたのその、まあ公開情報の中からこれはと思うものをですね、毎週というか毎日ね2つずつピックアップしてメルマガで流してます。それからそのコメント欄があるのでね、皆さんと議論したりとかしながら、そういったですね情報のね、解釈の仕方読み方などもですね、やってます。でもしご関心あればね、ぜひ八重洲イブニングラボのプレミアム会員になっていただければ、そういったですね、
まあ、普通の人が 拾わないような情報ね、かなりマニアックなところまで僕は拾いに行ってますね。日本分断計画読んでもらえば分かりますけど、ね、ドイツのターゲッシャウというね、日本でいうと NHK ニュース9みたいな番組のサイトからね、ドイツ人 の、まあその極右活動家がですね、ポーランドでテロリストをスカウトして、ね、それで、ウクライナで、テロ事件を起こすと火炎瓶テロやるみたいな話まで拾ってきたりとかしているこの私がですね、古今東西の、まあ、いろんなニュースの中から、大事なことを拾ってですね、あとまあ巷で言われていることの答え合わせとかね、今回 のペロシ訪台に関して、まあ、結構間違った情報を流している人いらっしゃいましてね、スタンドプレーだとかね全然違うんですけど、まあ、そういったこともですね、事実で検証しながら、皆さんにお届けしているのがこの八重洲イブニングラボですので、もしご関心あればね、ぜひプレミアム会員登録をしていただければと思います。でさらに経営者諸君はですね、八重洲イブニングラボの中にジョネトラダムス経営塾というのがあります。私自身も経営者としていろいろやってるので、私の経営における取り組みなんかもですね、そこでいち早く開示してます。まあ、この間ね、動画でサウナ、やりますってやりましたけど、ね、あげましたけど、もう1週間前ぐらいに実はもう情報開示は、してました。とにかく先に細かい話は全部先に、はい、出していると、ウクライナの件に関してもね、随分前から僕は指摘もしてましたけれども、まあ、なるべく先出しで、そこでその時点でいろいろ考えて経営判断しても間に合うような、情報の出し方をしてますので、もし、経営者の方でねご関心ある方はジョネトラダムス経営塾の方もね合わせてね、八重洲に入らないと経営塾入れないので、一回八重洲に入ってからストアでジョネトラダムス経営塾っていうのを買ってください、入ってください。そうすると秘密の掲示板にね入れるようになってますので、まあそういったこともやっております。はい、ということで、まあ海難事故もね、それからそのね株でね投資の事故もですね、基本的にはやっぱりねそのリスク管理というかね、そのリスクをリスクと思わないというところにやっぱ問題があるんですよ。なんか金融商品買うとちょっとこう気持ちが上がるでしょ。まさに沖に出て風に吹かれてファーってなって、どうやって楽しい、まだ沖見えるから大丈夫大丈夫大丈夫って言ってると、はって帰れなくなると、ね、そのはって時はまさにこの大暴落みたいなことですので、まあ何でもねリスク管理って似てるのでね、はい、まあ海難事故にも気をつけつつね、投資の事故にもお気をつけくださいという話でした。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にですね、コメント欄に感想など書いていただきまして、内容もしね気に入ったらね、ぜひね Thanks ボタンでご支援いただけると大変ありがたいです。ガオー。